皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼オンライン50年のとやっていきたいと思います。さあ今回3回やっていくぜ。スキンはイシスだ。さあスキチェンもねやりたいところですけども、さあ拡散弾に当たらず攻略しようということで、ここ結構あっさりいけた記憶があるけど、どうだろうか。今のところ1回2回割とそこまで手こずらずにいけてるので、でこっち行って、うおーおーおー、当たる、当たらない、当たらないよ、助けてよ。オッケー。ズワベー。グフ。ああ。さあもう一回やっていくぜ。ば、これは良くない気がする。だだだ。えぐいて。あの一瞬でやられて、1分間の広告はえぐいて。わかったわかった。最初の青鬼ちゃんと見送ってからじゃないとダメだね。ここでね。いきなり動いちゃダメですね。はいはい。もうわかりましたよ。さーて、やっていくんですけども、危ない。やっていくんですけどもね。動けないんですよ、私がね。いいですか？うぅー、畜生。畜生許さねえ。誰だよ、ここそんな手こずらずにいけたかな、とかって言ってたやつ。さあ行くよ。はい。で、こっち一回逃げよっか。で、ここで、こう。で、ここは大丈夫。上下に行くのは大丈夫。あー、なんか同じパターンでやられてんな、ずっと。なんかすごい何も学んでないような感じがするプレイだな。さあ、やってって。先こっち行っちゃうか。で、こう行ってて、そこで来るから。そこで来るから、みたいな。よくわからない。あれなんだけど。で、ここをちょっと待とうか。ここで一回放ってくる。で、これで横。横じゃなくて、こっちだね。さあ。うお。オッケー。意外と、拡散してくるんだよね。いや、うわー、だー、どっから来た、これおお、いきなり来たじゃん。いきなり太陽の玉が来たじゃん。どうしたの、今までそんなことなかった。で、こっち行っちゃうよ。で、ここ大丈夫。はい。で、30秒以内に来ちゃうんでしょ。じゃあもう突っ走るよ、私。避けられないのも知らん。わしゃ知らんもん。OK。さて、30秒で、こっち、来ちゃう。OK。いいよ。ちょっと難しくなった？わったー！ちくしょー。おー、なんだなんだ？いきなり一緒に。いやー、この、あー、行ってしまったー！いや、不可抗力でさ、キルしてくるのやめろよ。お前、やばいな、こんな手こずると思わなかったな、このステージ。なんか毎回、そんなに苦戦してる記憶はなかったんだけど。なんかバッタバッタとやられてくね。さあ、やっていって。いやでもさ、この回移動した瞬間に弾が通ってきてやられるのはマジやめてほしいんだけど、本当に。それは、ずるいよ。ずるいっていうか、対処できないからさ。さあ、どうなんだ？ここしかも。うわー！そうだよね。びっくりした。絶対そんな感じで来ると思ったよ、今。さあ、これで、向こう側に行く分には大丈夫そうかな。多分こっちから来るんだよね。いや、ここで止まってない方が良さげな感じするけど、もう、このさ、青鬼のこのすごい動きは何なの？このカクカクする動き、マジで。本当に。やれやれ。さあ、もう一回やっていくか。で、ここは当たらない。で、ここら辺なんかギリギリだったよね。なんかここはギリギリの弾が通ってきてて。
で今多分直角行にさっきの同様で言ってた多分俺はやられていた。で、はい、さあここからどうから来る、なんかねこのうわっ、この一部のなんでお前そんな動きしてんの、 What the f-、 いや今のさ移動した瞬間にやられるっていうのを防ぐためにわざわざ回移動したのになんでまた戻った瞬間にやられるんだよ、おかしいだろう、おかしいって絶対今のは危ない、よし今のは絶対おかしいってばよ。さあここでちょっと警戒しつつ行くぞ。で出てくるんだけど、でこれがドーンってきて、ここでこう来て、いやーきつい、よし、うわーそれちくしょーいやーここね、いやな、ちょっとシステム的な話をするとね、あれなんですよ、このステージのいわゆるその大きなマップの中にこうやって階層が分かれてて、まあ4つのマップがあるのかな、4つとか5つぐらいのマップがあるんですけども、そこがねまあ縦に並列とかじゃなくて、並列っていうのかな、10列っていうのかな、こういう時は10列とかなんですけど、なんかそれがね、あーそれ当たんのかいやーそれでね、このなんつーのさっきの続きなんですけども、このなんつーの大きいマップの中にどう配置されてるかによって、例えばこのステージのね青鬼の拡散弾が来る方向みたいなのがあるんですよ、多分ね、この階層降りたやつは多分左にあるんだろうね、右か、このマップで言うと右側にきっとあるので、だからその弾が横に飛んでくるっていうのがシステム上あるんだけど、いやーそれこれきついなー、でどう飛んでくるので、ドーンってくるでしょ、お前さっきと位置違くない、それ3体目の動き本当に、でこれ横でしょ、でもう一発横から来るのかな、いやこうやられると、いやーなあ、拡散弾がすげえいやらしいよ、本当にもう。めちゃくちゃいやらしいよ。さあ、もう一回やっていこうか。そう、これで雷もあるからね。一応今のところ影響はほぼないけど。ただ油断した時にね、本当に、来るので。マジマンジなんですけど。よいしょ。うわぁ、ファーク!それでしかもね、何が許せないってね、広告が止まりよるんですわ。本当にもう。1分間ミスった後にお前、広告止まってスキップできなくさせるっていう、最高にね、これ、青鬼オンラインをプレイしてるとね、マジでストレス溜まるパターンなんですけども、マジでストレス溜まる。本当にマジで。ちょっと、なんだろう、このゲームのできなさとかっていうよりかは、本当にもうこの広告の多さによってイライラしちゃうみたいな節があるので、いやおかしいってこれさっき左側に落ちてきたよね、まあね、これのさっきやられた前回は右側だったけど、これで多分俺左側やったら多分あの鬼左側来るよ、ちょっと皆さん見ててくださいね、本当に絶対左から来るんだから、でここでストップね、ここで なんだろう、ここ違うな、多分何かあるな、ほら来た、なんでだよおかしいっておかしいってこんなの、本当に。絶対おかしいって。わけわかんねえもんだって、お前。さっき左にいたじゃんっていうのが。ね、さっき右にいたじゃん。なんだ、俺のいる位置に対して、あいつらは、なんだ、来るのか。そういうタイプなのか。さあ一回ここで雷と拡散弾に、
邪魔されてしまったので、一回やり過ごす。で、ここからが要注意。で、ここまで来たら一回こうやらないとダメだよね。うわ、すげえな。えげつないね。はい。うわ。で、どう来るの？そうやって、なんか、カクカクして降りてくんの？そう来るのね。わかったよ。あー、これ、ファイヤーのあれも来るのね。で、これはどういう軌道？でも、そうしたら、こっちまでは来ないってこと？こっちまで来るの？で、どこまで来るの？はい。で、こっから問題よ。こっからダメよ、油断しちゃ。マジで。オッケー。うわー、ストレス。いやー、イシス、オッケー。いやー、ちょっとね、フラストレーションがたまるステージだったけど、何回コンティニューした？これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ぐらいコンティニューしたかな？そんなコンティニューした？でも10、確実に10以上はコンティニューしたからね。いやー、皆さんもね、意外と、まあ、ニケちゃん好きになったらもうちょっと楽にできるんだと思う。多分ね。まあ、あえてのね、この2マススキン。まあ、ドデカスキンはそこ無理だろうな。ということで、皆さんもぜひぜひチャレンジしてみてください。チャレンジしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。